たちと岡井さつき調子はカンカン飲み会で終わりかサンタンサンタン大雨やんだ家ついた瞬間最初はね、もうね、かんちゃんの振り付け通りにやろうっていう思いはあったんだよ。あったよ。ありました、ありました。どうやったの？やってみて、まずじゃあまず、うん、正直、うん、僕は早々にかんちゃんを見失いましたよ。俺がかんちゃんだったんですよ。なんかそんな役っぽかったな。はい、うん、だけど、もう途中から俺かんちゃん見失いました。もう分からへんかった。一列になって大好きしてた。途中からドリフなったよ。え、そんな、だから2人見えてないから。あ、そうか。はい。あ、もう自分しか見えてない。自分しか見えてない。なんか、なんか知らんけど、吉富と龍二、お前見てたか知らんけど、全員同じふりやった。どうやった？いや、だから直前でちょっと誰パートやるかみたいなのも、まあ、決められたんですけど、うんうん、僕、2時間、カンちゃんのつもりで見てたんで。じゃあ、吉富一人でカンちゃんやってもらいます。カンちゃんだったんで。あ、だから俺が邪魔だったってことか。今、たぶん吉富保険入られてたから、はい、これは保険じゃないぞというところでいくと、カンナのパートやったらできたぞと、そういうことみたいな。今はそういうことやんな。うん、なるほど、なるほど。だからちょっと吉富にカンナのパートをやってもらいましょうか。ソウルが高いもんで。じゃあ次、裸足でやってもらいましょう。ちょっと待って、すいませんでした。何も言い訳するから。じゃあ裸足でやってもらっていいの？靴が悪いんだったら。いやー、かんちゃんもでも、そうか、ソウルが熱いのか。そうやな。そうだね。あと全然でしたよ。面白かったけど、ちょっと、うん、でも、カンナの振り全然やったで。最初から違った。そうそう。最初なんか、こんなんやって走るとか言って、走ってスピード感は表現してみたんですけど、なんでカンナのしか見てなかったんですけどみたいなこと言ってました。うん、なんかもうわけわかんなくなっちゃってわけわかんなくなっちゃって吉富さんが、うん、いや、要は無茶ぶりやから、はい、できなくてしょうがないんです、うん、はい、そんな中ちょっと笑って面白かったなって、うん、はい、やってみてどうだったって聞いてるだけなんですよ。まあ、気の利いたジョークのつもりがちょっとまあ本気で取られてしまって。じゃあほんで別にいいじゃん。本気で捉えてないのよ。そ
それで言うとね。それあそうだ、一度たりとも。そうだそうだ、ね、そうだね。確かに神奈しか見てなかったもんなってなってない。なってない。なってないんだ。はい、あ、じゃあもうすいませんでした。楽しかった。楽しかったです。はい、ありがとうございます。もう2時間見てたんでもっとできるかなと思ったんですけど、もう頭真っ白になってます。真っ白な。結局トンボ見てまうよな。そうですね。そうなっちゃうんだな。はい、でも楽しかったです。スネ見ててどうやった？いや、おじさん感がやっぱひどくてそうだったな、はい、その、うん、もう足元のこのバミリを一切見てなくて、確かに一回多分ね、みんなこっち側に固まってた時、あの時がほんと面白かった全員ここに一列になって、うん、そうそうそうディスコやったダメだな、やっぱ俺個人的には、はい、ついてなくてのところが全員おじいちゃんだった、はい、面白かったですね、あれあっこめっちゃおもろかったなかんちゃん一人もいなかったかんちゃん、そうや、かんちゃんかんちゃんがいなかったんだ、一応かんちゃんのそう、そうだ俺こうなっちゃダメなんだこの時こうしとかなあの、本当にこの、まあ、夜にかけるの時も実はやってるんですよ、うん、トンボさんが、うん、そうですね、この小部屋パターン、嫁サックが好きでしたあと、コジもあ、コジもそうそうそう、好きでしたな、じゃあ、喜んでくれる人がいるならまたこういう機会があったら、ぜひ、うん、でも、ちょっと振り間違えたかもしれない、うん、そのカンナの、うん、振り付けをやってみてみたいなこと言っちゃったから あれだったかも、だから、フリースタイルの方がいいかも、夜にかけるとき完全フリースタイルでしたもんね。ですよね。はい、ちょっとフリースタイル最後いっときます、じゃあ。フリースタイルいきますか、じゃあ最後。ちょっと欲しいですけどね。3人で。3人フリースタイルいきます。トンボさん一人でもいいですよね。トンボさん。俺一人で行く、うん。やっぱ夜にかける、やっぱあの独創性がやっぱ。ああ、そうか。はい。まあ、でもそれで言うと、うん、あえて2人組みたいな、あ、うん、名古屋組で行ってもいいかもしれない。あ、いいですね。2人で行きますか、じゃあ。2人でコンビプレイとか見れる。そうそうそう、確かに確かに。リュウジぶっちゃけしんどいやろ。そうですね、うん、な、はい、リュウジは多分やるとしたら1人の方がいい。まあ確かにそうだね、そうだ、もう引き使うから、うんうん、ちょっとラスト OK、 分かりました。2人で完全オリジナル、完全オリジナル、カンナどう、見たい、マジで見たいです。 OK、 それで行きましょう、うん、はい、じゃあラスト頼みますね。はい、TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。